国民会議は、ブラジルの立法府。元老院と大議員からなる任政議会である。日本語では、連邦議会と訳されることが多い。上院議場、下院議場両院制で、上院の元老院と下院の大議員によって、構成される。国会は、税制や予算、信用操作、公的債務、通貨発行、兵力、国家、地域の開発計画、領域、直轄領。 州の吸収や分離、政府の一時移転、御社の承認、検察組織、公職の創設や廃止、省及び行政機関の組織、通信、放送、金融や、為替、貨幣、連邦最高裁の裁判官報酬などについての立法権限を有している。また法律制定以外の権限として、などがある。ブラジルの各州は、3人の上院議員により、 上院を代表する。上院の選挙は、議席の3分の1か3分の2を選出することで4年ごとに行われる。国会と各院にはそれぞれ上任委員会と特別委員会が設置される。なお、委員会は原則として、政党比例で委員を配分する。委員会は、一定範囲で法案を審議することができ、市民団体との公聴会の開催。 管轄事項についての報告を求めるために、国務大臣の出席を求め、公的機関の行為に対する請願等を受理し、公的機関、市民に証言を要請し、事業計画、開発計画の審査を行う権限を有している。準司法的な調査権を有している議会、調査委員会は、調査を必要とする事実がある場合において、各員の3分の1の要求により、 各委員もしくは、両院合同で設置され、調査対象となった者の,の責任追及のために、調査委員の結論を検察庁に送付する。ありがとうございます。